空気を読むことも時には大事です。世の中を泳ぎきれず没落した畑近し。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は畑近しについて紹介していこうと思います。時には主をコロコロ変えてでも生き残ってお家の存続を図ろうとした武将がいたのが戦国時代。そのためには時に空気を読むことも重要な要素でした。今回ご紹介する畑近氏はそれがうまくできずに没落してしまった武将です。残念エピソードが満載ですが、彼の生涯から戦国武将の生き残りの難しさを知っていただければと思います。肥前松良氏の重臣として最大勢力を誇った一族、畑氏は肥前松良氏の重臣の一族で最大勢力を誇ったこともありました。その棟梁畑左高は実子がいないまま亡くなってしまいます。そこである家臣たちは左高の弟に後を継がせようとしましたが、左高の未亡人の計画はそうではありませんでした。夫人は当時勢力を誇っていた有馬氏と血縁関係にあり、そこから養子を取った方が得策だと考えていたのです。そして有馬義貞の三男を迎えることに決めてしまったんですね。この三男が後の畑近氏です。有馬晴信は兄にあたることになります。しかしこれが畑氏のお家騒動に発展してしまいました。少年時代から近氏は波乱含みの人生を歩むことになります。お家騒動に巻き込まれるも畑氏の棟梁に、養子に来た途端にお家騒動に巻き込まれるという何とも多難な船出となった近氏の人生、さらに難事が待ち受けていました。左高夫人が敵対する家臣の一人を毒殺してしまったんですよ。これが永禄7年1564年のことです。このため家臣たちからの猛反撃に遭い、近氏は養母となった夫人と共に落ち延びなくてはなりませんでした。ところが敵対する家臣一派の中でも内紛が起きたことで運命は一変します。左高夫人らは龍造寺氏と有馬氏に援軍を求め、その力を借りて反対勢力を駆逐し、しかしは永禄12年1569年に当主の座に就くことができたのでした。ただお家騒動によって分裂した畑氏はかつてほどの勢いではなくなってしまいました。このため肥前において生き残り戦略に出なければならなくなったのです。龍造寺とはくっついたり離れたり優柔不断。肥前では肥前の熊こと龍造寺高信の勢いが急進し、元亀元年1570年には大友勢を下すなど、まさに向かうところ敵なしの状態にありました。このためご近所さんの近氏は高信の脅威を避けるために従ったことは従ったんですが、和睦と敵対を繰り返すという何とも優柔不断というか日和見というか微妙な姿勢を見せ続けるのです。龍造寺高信的には畑氏などいつでも叩ける感じだったわけですが、畑氏が松良党の中では頭一つ抜けた存在と目されていたため、取り込む方が得策だったと感じたようです。そのため高信の養女秀の前が近氏に嫁ぎ、高信の孫を近氏の養子に迎えるということで、近氏は結局龍造寺の傘下に入ることになったのです。この秀の前、九州一の美女と歌われた人だそうですよ。そして天正12年1584年、龍造寺高信は有馬晴信、島津家久連合軍と沖縄手の戦いに挑みます。圧倒的兵力差もあり、高信の勝利は戦う前から確実と目されていたのですが、蓋を開けてみればまさかの敗死。これで龍造寺の力は一気に低下することとなるのです。この時近氏はというと、どちらの陣営とも血縁になりますから、妻が龍造寺氏、有馬晴信は兄、出兵しませんでした。一体この間に何をしていたのかというと、ごたごたがあり恨みを持っていたお隣の原田信胤のところに攻め込んでいます。しかも仕掛けておきながらの大敗。一体何をやっているのか。秀吉の不況を買いまくり、
龍造寺高信の討ち死に後、近氏は勝利した島津氏に接近していきます。ただこの後すぐに豊臣秀吉による九州征伐が始まり、近氏の選択は微妙なものとなりました。そのため秀吉が九州入りした際には結構早めに謁見に参上したのですが、兵を派遣せず、当然ながら秀吉から布教を買うことになってしまったのです。秀吉の怒りは結構、いやかなり大きなもので、近氏は改易寸前となってしまいました。しかし鍋島直重の取りなしによって所領を安堵されます。よかったですね。まあこの裏には近氏の領地にある肥前、名古屋、佐賀県唐津市が後の朝鮮出兵の拠点になると見込んだ秀吉が改易を撤回したということもあったみたいです。何はともあれ、首の皮一枚つながることとなったので、とりあえずこの場はめでたしめでたしということで、唐津焼を保護発展させた立役者。この一方で近氏にはそれなりにいいところもありました。千利休や津田宗及といった名だたる茶人たちとの茶会の場に出席したこともありましたし、この頃には秀吉から官位と豊臣姓を賜っています。そしてこの際に秀吉に献上したのが唐津焼でした。現代に伝わる伝統工芸ですよね。これは秀吉から千利休に与えられ、利休の死後は好き者細川忠興へと伝わりました。秦氏の拠点は佐賀でしたから、海外との貿易が盛んでした。このため大陸から陶工がやってきて唐津焼が生まれたという経緯があったようです。近氏は陶工たちを保護し、特別待遇を設けて発展させていきました。これは近氏の大きな業績です。多分唯一かもしれませんけど、朝鮮出兵にてまたも秀吉を怒らせる。さてこうして秀吉の家臣となった近氏ですが、時は流れて朝鮮出兵の頃となります。これにあたって秀吉はかねてから目をつけていた近氏の領地肥前名古屋に城を建築し、前線基地とすることにしました。ところが近氏、なんと空気を読まず天下人様に向かってこんなことを言ってしまいました。うちの領地は大軍を駐留させるには向いてないですけど。なんじゃと、と顔を引きつらせる秀吉の顔が思い浮かぶようです。またしても不況を買ってしまった近氏なのでした。しかもそのまま突入した文禄の駅では、さらに秀吉の怒りに油を注ぎます。鍋島直重の与力、指揮下に入ること扱いとなっていた近氏でしたが、勝手に出立の日程を変更しちゃったり、一緒に組まなければならない陣から独立しちゃったりと、なんでそんなに空気読めないの?という行動ばかりとってしまいました。ここまでですでに3回も秀吉を怒らせている近氏、これはまずいんじゃないでしょうか。ついに改易、関東で最後を迎えた。そして決定的な出来事が起きます。釜山に上陸してから近氏は港付近にとどまり、戦闘に参加しなかったというのです。このことから臆病者呼ばわりされ、大きな非難の的となってしまいました。実は重要拠点である港を守ろうとしただけだったのに、とか秀吉が近氏の持つ海外交易ルートを取り上げるために難癖をつけたとか言われていますが、近氏の運命は真っ逆さまに奈落の底へと落ちていったのです。秀吉から召喚された近氏は会場で秀吉の使者黒田長政に会いますが、秀吉からの伝言として名古屋に上陸することは許さぬと申し渡され、今までの不手際と落ち度を延々と責め立てる秀吉の書状を渡されただけでした。そして近氏はそのまま改易となってしまったのです。身柄は徳川家康が預かることとなり、近氏は関東へと流されたと言われています。そのまま日立筑波で亡くなったとも言われていますが、最後に関してははっきりしません。美貌の妻秀の前が改易のきっかけ。近氏の改易に関しては妻秀の前が絡んでいたという伝説がありますよ。秀吉は肥前名古屋城に着陣すると、都会している武将たちの美しい妻を招待することがたびたびあったようです。そしてそれは近氏の妻で九州に聞こえた美女秀の前にも及びました。色好みの秀吉ですが、なんせ天下人、
正体を拒めなかった秀の前は仕方なく秀吉のもとに参上しますが、頭を下げた際に懐に忍ばせておいた短刀を落としてしまったのです。故意にそうしたとも、誤って落としてしまったとも言われていますよ。個人的にはあなたのものになんかなりませんという意思表示かと思うんですが、それを見た秀吉はわしを殺すという意味かと激怒し、結果として近しの改易につながってしまったのだとか。あくまで言い伝えの範囲内ですけれどね。まとめ1、有馬氏から果たしに養子入りした。2、お家騒動に巻き込まれるがなんとか果たしの棟梁となった。3、龍造寺高信とは和睦したり敵対したりしていたが、結局隕石関係を結び傘下に入った。4、九州征伐で兵を派遣せずに秀吉の布教を買うも所領は安堵された。5、唐津焼を保護奨励した実績がある。6、朝鮮出兵の際空気を読まない言動で再び秀吉の布教を買う。7、空気を読まない行動がついに秀吉を爆発させ改易となり関東で最後を迎えたと言われている。8、美貌の妻が秀吉の前で改憲を落としたことで改易されたという逸話もある。近氏が改易されて亡くなると離散した家臣たちは恨みを抱いて追い腹を切ったという伝説がご当地にはあります。しかし近氏の行動はあまりに一貫性がなく、本当に空気を読んでいないことが多すぎたような気がしますね。誰かアドバイスしてあげたらよかったのにと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配の上にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。